こんにちは、中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは、インベンター 3DCAD の使い方や機械設計についてお話ししています。今日はアンギュラ玉軸受けの性能についてお話ししていきます。今日お話しする内容は、次の3つですね。1つ目、スラスト荷重を受けられる。2つ目、接触角と高速性能の関係。3つ目、接触角とスラスト荷重の関係。 それでは今日もインベンター 3DCAD のアニメーションを使いながら解説していきたいと思いますはいそれではアンギュラ玉軸受けの基本構造について見ていきたいと思います左側がアンギュラ玉軸受けです右側が深溝玉軸受けですパッと見たところそんなに構造の違いは分かりませんけどもちょっと断面にしてみたいと思いますはいこれで断面になりました はい。断面を見てみますと、左側がアンギュラで、右側が深溝です。この違いを見ていただくとわかります通り、内輪と外輪の形状が違うと思います。これがアンギュラの構造的な特徴になります。深溝と最大の違いは、スラスト荷重を受けられるということですね。深溝玉軸受けもある程度受けれますけども、大きなスラスト荷重は受けられません。でスラスト荷重って何かというと、軸方向の荷重ですね。 これをアンギュラは大きく受けることができる構造になっているということです。で、アンギュラの場合は両側のスラスト荷重を受けれるのではなくて片側しか受けられません。ですから通常アンギュラは対抗させて2つ以上使うというのが通常の使い方です。そうすることで両方向のスラスト荷重を受けれるようになります。はい。それでは具体的にどのように使われているか 構造を見ていきたいと思います。これはビルトイン型のスピンドルモーターの一例ですね。軸受けとモーターが一体になっていて、この構造自体で大きなスラスト荷重とラジアル荷重を受けれるようになっています。真ん中の黄色い部分がモーターの回転子かつ主軸です。モーターと主軸が一体になっているものですね。 で、その両側にアンギュラ玉軸受けを2個ずつ配置して合計4つ使われています。このような配置にすることでラジアル荷重とスラスト荷重を大きく受けることができて高速回転かつ合成のある構造を実現することができます。では少し回転させてみようと思います。 はい。それではこのようなスピンドルユニットがどのような使い方をされているかというと、マシニングセンターとか旋盤の主軸に使われています。で工作機械というのは軸合成が必要で軸がブレてはいけません。高い合成と高速性能、これを両立させる必要があります。アングュラ玉軸受けが非常に適しているということができます。 はい。それではまず接触角についてのお話をしていきます。深溝玉軸受けと一番違うところは、ボールと外輪内輪の接触する位置が角度を持っていて、これを接触角と言います。この接触角 α、これは通常15度から60度ぐらいの範囲で各メーカーラインナップされています。 で、この接触角があることで、スラスト荷重を受けることができます。で、片側のスラスト荷重しか受けれませんので、通常2個以上対抗して使います。対抗というのは向かい合わせで使うということですね。そうすることで、両方向のスラスト荷重を受けることができます。スラスト荷重は別名、アキシアル荷重という言い方もします。それで、この接触角、 これが大きくなると受けることのできるスラスト荷重が大きくなっていきます。接触角が小さくなると受けることのできるスラスト荷重が小さくなります。逆に接触角が小さくなると今度高速性能が上がります。接触角が大きくなると高速性能が下がってきます。ですから高速性能とスラスト荷重を受ける能力がトレードオフの関係にあるということですね。 それでは具体的な数字を見ていきたいと思います。こちらは NSK のアンギュラのカタログになります。型式7201で検証していきたいと思います。型式7201の後ろ側に ABC という記号がついています。これが接触角を表す記号です。A は30度、B は40度。 c は15度を表します一番接触角の小さな C を見てみますと許容回転数がグリス潤滑でで回転ですね次に接触角30度の記号 A を見てみると回転数が26,000回転ですね次に一番接触角の大きな B これを見てみますと許容回転数が18,000回転ですということで接触角が大きくなればなるほど 許容回転数も小さくなるるとといいうのがわかると思いますそれで高回転を求める場合はグリス潤滑でなくて油潤滑の方が許容回転数は飛躍的に大きくなりますそれではこれがビルトイン型スピンドルモーターに配列されたアンギュラ玉軸受けの構造ですね左側に2つ右側に2つ配置されていますでこのような配置の仕方を背面合わせと言います 接触角が左側は左方向、右側は右方向に傾いています。こうすることで作用点の距離を大きく取ることができるんですね。これはモーメント荷重に対して強くなるという配列です。これを逆に照明合わせにすると接触角が内側に向いてきますので、モーメント荷重に対しては弱くなるという配列になりますね。 この接触角が大きくなればなるほど作用点の距離もどんどん大きくなっていくのでモーメント荷重にも強くなってスラスト荷重にも強くなるということが言えますで逆に接触角を小さくすると高速性が上がって作用点の距離が縮まってきますのでモーメント荷重には弱くなっていくということですねモーメント荷重に対しては弱くなっていきますけども高速性は上がってくるということです ですから軸受けにかかる荷重を計算して、高速性と軸の剛性、両方保てるいいバランスをとって接触角を決めていく必要があります。で、アンギュラの特性として、ラジアル荷重を大きく受けたい場合は、スラスト荷重は小さく受けるしかありません。逆にスラスト荷重を大きく受けたい場合は、ラジアル荷重を小さく受けると。これもトレードオフの関係にあるということです。 アンギュラー玉軸受けだけで荷重を受けきれない場合は円筒コロ軸受けを組み合わせて使うといいと思います。はい。それでは深溝玉軸受けとアンギュラー玉軸受けの高速性能の違いについて具体的な数字を見ていきたいと思います。内径が12で外径が32の同じ大きさのもので比べますと深溝の場合、 型式6201これのグリス潤滑の許容回転数は22,000回転ですね油潤滑で28,000回転となっていますこれと同じ大きさのアンギュラを見てみたいと思いますこちらがアンギュラのカタログですね同じ内径12外径32の型式7201の C を見てみたいと思います グリス潤滑で36,000回転油潤滑で5万回転ですねその差はグリス潤滑で14,000回転油潤滑で22,000回転も許容回転数がアンギュラの方が高いということになります この高速性能が高いスラスト荷重を受けれるというのがアンギュラの最大の特徴となっています。で、この高速回転の機能を発揮するためには適切な余圧をかけなければいけませんけども、この余圧に関してはまた別の動画で詳しく解説していきたいと思います。それでは今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。